どうも、渋谷隆です。どうも、渋谷隆です。今年の、まあ、センターが、はい、まあ、めちゃめちゃ難しかったらしいですよね。あ、なんかそれは見ましたよ、ツイッターで。うん、というわけで、今回やりたい企画は、はい、テレホン割り花を VS 普通電眼、さすがにトントン説。いや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 、またちょっとトントンっていうのがよくわからんだよね。で、だってさ、超えろよって感じ、そっちハンデ背負ってんねんから、そっち超えろよっていう大前提があんのに、なんかなんでトントンない。全然俺の満足はお前の背中を立つ。なんで目標がトントンやねん。お前を追い越すのではなくて、駅伝で言うと1位のランナーの大学のあ、ちょっとちょっと後ろ見えたちょっと見えたぐらいで俺は満足。いや、ハンデもらってんねんから超えせるのよ、超えろよ。ちなみにお前は前提で7割超えないと、いや、それしんどいしんどい、本出版禁止。いやいや、それしんどい、決まっとんねん、本出版すること。マジで本出版禁止、それマジで7割、7割は取って。いや、マジでこれを7割、さすがに38平均でしょ。90点以上で、じゃあ俺がこの本100冊買うわ。じゃあほんまにほんまにやったら、お前お前ほんまにやったら、お前ほんまにやったら100冊ってことだね。いや、本お前1冊1500円ぐらいするで。誰だ、15万ぐらい。15万。いや、お前なんかこれ期待値バグってる。いや、それマジできついな、その制約。分かった、70点以下ね。いや、分かった分かったって言っちゃった。あ、でも携帯没収で。あ、分かった分かった。あ、携帯没収ね。これ、じゃあ、これ脱がなかしか、これ。いや、なんでやってよ、お前。なんでやって。え、じゃあほんまに91点以上取ったらお前100冊買うんやで。いや、分かった。結構きついぞ、お前100冊って。いや、まあまあ分かった。でもこいつがマジで難しいこと今応援してるからよ。こいつの難しさマジで応援してるから。いや、マジきつい。というわけでやっていきたいと思います。あ、じゃあて一発ネクスト。位置について。よーい、ダン。スタートです。まあ、僕はとりあえず分かんなかったら、電話したいと思います。実数 ABC が A プラス B プラス。マイナス6や。解けた。俺一番目解けた。嬉しい。太郎さんと花子さんはキャンプ場のガイドブックにある地図を見ながら後のように話している。太郎、キャンプ場の地点 A から山頂 B を見上げる角度はどれくらいかな。こいつマジでモテねえ、理系インキャ確実。地図アプリを使って地点 A と山頂 B を含む断面図を調べたら図1のようになったよって。なんで図1持ってんねん、お前。仕事早すぎるやろ、こいつ。ちょっとわかんないかな。ちょっと僕わかんないかな、これ。とりあえず電話するか。いや、俺マジでかける友達あんまおらんねんけどな。ここはあんまり賢いやつ行くとまずいんで、ちょっとピロマネにね、かけてみようと思います。制限時間1分で。あ、もしもし、もしもし、ピロマネ落ち着いて聞いてくれ。はい。予言定理教えて、予言定理。え、予言、今めっちゃ必要やねん、それが。でもいいですか、それは。え、あかん。制限時間1分しかないから、ちょっと早くして。あと10秒ないけど。 B の2乗イコール B の2乗プラス、うん、プラス、うん、やばい、さあ、プラス 4AC。 くそ、何も得られなかった。待って、予言定理聞くのにこんな代償いる。これまずいぞ、これマジで。ちょっとちょっと投入するか。もしもし。三角形の面積求める公式みたいなやつなんかあったら教えてほしい。そうですね、じゃあまず AC イコール2分の1 AB サイン C ですかね。それ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 、あった。ここは2分の1 R カッコ A たす B たす C カッコとした。やばい、電波切れた電波切れた電波切れた。いや、まあ、でかい、今のでかい、今のでかいぞ、今のマジででかい。ちょっとマジでわからん。ちょ、もうお前ちょっと痛い。AD の最大値は、うんである。うわー、これ一桁か。これヒカルさん行くか、これ。もしもし。あ、ヒカルさん、もしもし。今 TikTok ライブ中だよ、どうした。あ、マジっすか、すいません。好きな数字ちょっと3個言ってもらっていいですか。あー、2と3と4。2と3と4。ありがとう、愛してます。バイバイ。バイバイ。234ね。いや、でも当たる気するな、なんかちょっと。母さん行くか。あ、もしもし。ハハ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 ハ
あのさ、確率求めたいね、俺、趣味で。企画なんすか、これ。今ちょっと、まあまあ、撮影してんねんけど。なんかやめてくださいよ、急に数学力。いや、答えないです、僕も。ごめんなさい。ちょっと工学力が手でいないんで、京都大学なんで、僕。京都大学なんで教えて、なんでお前。31分の17で。はい。もしもし、タクシー君、間違えた。タクシーじゃないわ。なんてた？なんてた？1回目の交換で全員が自分以外のプレゼントに当たる確率は、これ、かく乱順列ってやつだから。かく乱順列、これネーミングついてんの？これついてる。走らすない、まあ、公式はもうシグマで K イコール2から N で、うん、K 階乗分のマイナス1の K 乗、これ N イコール5にすると確率出る。ほえー、で、答えは世界のお子さんにかけたいと思います。もしもし、おい、お前に託したいことがあるんだ。何？えっとさ、怖っ、何いきなり。11の5乗 X 引く X なんぼ。これ今電話口で答える問題なの？これもう2、そうそうそう、それそれもう、もうそういうもん。なんか5桁の数字ちょうだい。これ完全にあのギャンブラーとしての運に。いやもうほんまに、そのこれ当てたらマジで俺一兆やるよ。一兆。一兆くれる？うん、一兆やるから、マジでほんまに、ほんまに一兆あげる。2万2000。おーおーおー、俺の意見と違うな。231。オッケー、当たらんかったらあの1万円ちょうだいな。いや、待ってたね。はい。いやいや、俺マジで何だと思う。だね。教育系 YouTuber 引退にかけて、俺多分上ほぼ喋ってないから。俺逆に、俺電話することによって逆に集中切れまくるっていう事案発生した。なんかもうさ、あの人に頼るべきなんか、うん、自分に頼ったらいいんか分からなくなってくるっていうのがあって。ヒーローいた？のりさんかな、やっぱ。あ、呼び乗り？呼び乗りはやっぱ圧倒的に状況把握が早かった。これ、これね、有名な問題で答え1分の1になるんだよ。一人だけマジであの問題の先を言ってた。いや、もうこの答えの問題の意図まで理解した。いらん情報まで言ってくる。もう全然そこまでいらんよっていう。じゃあ丸付けしまーす。現状合ってる。ちょいちょい間違えてる。うわ、これ誰や、これ適当に言ったやつ、これ。これヒカルさんや、これ。ヒカルさんネットとか間違ってんな、これ。ヒカルさんにも電話したんかよ。ヒカルさん好きな数字言って。そんな当たるわけない。ヒカルさんや、ちょっと。もうおー、ヒカルさん合ってる。すげえ、やばい、これ合ってる。3点問題、ヒカルさん。で、母さん8分の87余裕で違う。そして横澤22231ならずー。当たるわけない。いやー、まあ、でも当たってたら1兆円やったからな。初めてよかった。よかったー。おお、これは熱いぞマジで。トントンあるで。トントンある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 か。じゃあ、お前から行くか。あ、オッケー、わかりました。はい。ちょっと死ぬ気でこれほんまに取り組みました。この試験。死ぬ気でね。僕の点数、数1。結果は !83 点おー。耐えた、耐えたー。とりあえず引退免れた。引退免れた。念願が83点でも言うと、でも言うてもまあ低い方やもんな。いや、まあこれを低いと言わないでいただきたい。でもこれ低いと言わないでいただきたい。難しかったよでも。はい、というわけで、じゃあ僕のね、みんなの力合わせてチーム、みんなの力合わせてチーム、ちょっと結果教えて。はい、というわけで共通テスト、みんなで力合わせると56点マジでお前か。いや、マジで高いぞ。高いんかこれ、お前は。今でも全然、全然俺、お前に負けてると思ったよ、今。なんで、負けてる負けてる。それはおかしい。数字っていう絶対的なものが評価しとんねんから。わかった。俺が 100% 頑張ったのと、うん、テレフォン使って頑張ったの、トントン説ある。いやー、まあ、というわけでね、はい、まあ、これで分かったと思うけど、ズルってね、結局あんま稼げへんよ。そうそう。